ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はソニーから間もなく新型のミラーレスが発表されるということですので、そちらの最新情報につきましてご紹介したいと思います。今回ご紹介するモデルは、写真をメインで撮影されている方にとっては、あまり興味のないモデルかもしれませんが、いわゆる Vlog カムのラインナップとなります。Vlog カムも様々なものをソニーはラインナップしていますが、今回ご紹介するモデルはこちらの ZV-E1 とか ZV-E10 とか、いわゆるレンズ交換式の Vlog カムとなります。もうしばらく前からずっと噂が出ていましたので、こちら期待している方もいいかと思います。 Vlog カム ZV-E10、APS-C のセンサーを搭載した Vlog カム、この後継モデルが間もなく発表となります。もちろんまだソニー公式からはその最新モデルのスペックなどは発表されていませんが、現在噂されている内容などにつきましてご紹介したいと思います。その前に現行の Vlog カム ZV-E10、このモデルはどういったモデルだったのかということですが、ソニーの小型のミラーレス APS-C センサーを搭載したモデル、 α6400、 ちょうどこの隣に表示されていますが、このモデルをベースとしたモデルがこの ZV-E10 となっていました。ただし、ベースとなっていましたが、いろいろと様々もそぎ落として、Vlog カム、動画撮影に特化したモデルに仕上げたモデルとなっていました。そのため、このベースモデルとなっている6400に搭載されていた機能が一部搭載されないなど、欠点といえば欠点、とも取れるところありましたが、その反面、こちら、価格的にはベースモデルが13万円だったに対し、この Vlog カム ZV-E10 になると8万8000円と、とても手頃な価格になっているというところが人気となっていて、現在でもランキング上位に登場するモデルとなっています。このモデルの後継モデルが間もなく発表となります。なお、わかりやすいところでこの α6400 からどういったところが削ぎ落とされたのかということですが、この辺などが一番わかりやすいかと思います。EVF 電子ビューファインダー α6400 には搭載されていたこの EVF ZV-E10 では省略されていました。あとインターフェース周りもかなりシンプルになっていて、背面はそんなに大きな違いないんですが、α6400 をはじめ、その他のカメラに多く搭載されていますモードダイヤル、それから操作用のダイヤルという、大体どんなカメラにも搭載されているこの基本的な操作系、これが ZV-E10 の方では省略されており、そもそもモードダイヤルが搭載されておらず、あと電源もこのスライドタイプに変わっています。一方でこの録画開始ボタンなどは大きなボタンに置き換えられていたり、マイクもより高性能なものがついたりということで、特にこの上部のインターフェースなどがすっきりしてより動画に特化したものに変更されていたというところがこの現在の ZV-E10 となります。ではこの後継モデルはどうなるのかということですが、まずベースとなるモデルはこちら APS-C の現在の最新機種に相当します α6700、 こちらがベースとなります。ですのでセンサーも最新の2600万画素の APS-C センサー、これが搭載となります。この α6700、 こちらは APS-C の中でも現在フラグシップハイエンドモデルに相当するモデルとなっています。ですので割とソニーの APS-C のモデルは手ブロ補正が搭載されていないモデルもありましたが、こちらのモデルはちゃんと5軸ボディ内の手ブロ補正に対応となっていました。今回まだ明らかになっていませんが、もしこの5軸手ブロ補正、こちらも今回噂されています ZV-E10、ここでは ZV-E10-2 という言い方をしようと思いますが、 ZV-E10-2 に搭載されるならば、
より動画撮影がしやすいモデルとなることは間違いなさそうです。なお、このアロア6700、どういったモデルかといいますと、先ほどご紹介しており APC の中ではハイエンドに相当するモデルです。ですので価格は結構高いです。現行の ZV-E10 のベースとなっていたアロア6400は13万円でしたが、アロア6700になりますと21万8900円、約22万円と、とても高価なモデルとなっています。今回このモデルをベースとして Vlog カムが作られるということで、ほぼ確定と言えますが、何しろベースモデルの価格が高いため、確実に現行の ZV-E10、現在8万8000円で購入できるこちらのモデルよりも価格がアップするというのはほぼ間違いなさそうです。価格がアップすることは間違いない ZV-E10-2 ではありますが、インターフェースもおそらくは現行の ZV-E10 とほぼ同じようなものになることを予想されます。もちろん液晶はバリアングル、そして、上部のインターフェース周りにつきましても、こちらやはり写真機であるこのアロア6700とは変更されてくるかと思います。操作系につきましてもこの辺のモードダイヤルがやはり次のモデルでも配出される可能性は高いように思います。このレバーも現行アロア6700につきましては電源のオンオフに使いますが、電動ズームレンズでズームができるようこのズームレバーに変更されるものと思います。そしてやはりこちらコストダウンというところも多いかと思いますが、 EVF もおそらくは ZV-E10-2 では配置されるかと思います。となってきますと、やはり全体的なデザインなどは現行の ZV-E10 と同じようなデザインに変更されることが大方の方予想通りかと思います。なお、アロア6700、こちらバッテリーはと言いますと、こちら NP-FZ100 という、この APC のカメラにしては、小型カメラにしては容量の大きな、いわゆる Z バッテリーが搭載となっていました。一方の現行の Vlog カムにつきましては、こちらの NP-FW50 というかなり小型のバッテリーとなっていましたので、設計をアロア6700をベースとして行うことを考えますと、バッテリーはこの現行の Vlog カムのバッテリーよりも大きな Z バッテリーに置き換える、こちらも予想できるかと思います。ということでバッテリーも容量が増えますので、Vlog カムとはいえ、結構重量アップというのは今回行われるものと思います。さあ、そして Vlog カムということですので、動画撮影の性能、ここはある意味一番重要なところになってくるかと思います。現行の Vlog カム ZV-E10 におきましては対応しているフォーマットをこんな感じでした。まず最高画質が 4K3840×2160 の撮影が可能。ただしフレームレートで言いますと 30p、こちらが上限となっていました。つまり最高画質の場合は 4K60p までの対応ということになります。一方、今回まもなく発表予定となっています ZV-E10-2 はどうなるのかということですが、やはりベースモデルとなるアルファ6700、こちらの動画性能を踏襲するところが多いかと思います。アロア6700は、どちらかというと写真撮影がメインの機体ではありますが、動画撮影の性能は高く、こちら最高画質で言いますと 4K3840×2160 のこちら 119.88p、 要は 120p、 4K120p に対応したモデルとなっていました。ですので、この辺のところはおそらく対応してくるものと思います。ZV-E10-2 も 4K120p に対応し、120p というと、ちょっと実用性があまり高くないところもあります。というのも、Vlog カム、このシリーズには内蔵の空冷ファンなども搭載されていませんので、あまり長時間の撮影ができない、短時間だけの機能と考えておくといいかと思います。
ですので、具体的な、実用的な画質で言いますと、4K60p からと考える方が妥当と言います。これまで対応できていなかった 4K60p、あるいは6700では既に対応していますので、これをベースに Vlog カムが作られる、ZV-E10II が作られると考えますと、ZV-E10II もやっと 4K60p の撮影が可能ということになります。まあ、いずれにしろ 120p ほどではないにしろ 4K60p というと結構センサも厚くなりますので、長回しというのは 4K60p においてはあまり期待はしない方がいいというふうになりそうです。どうしてもコンパクトというところを優先するモデルですので、クーレファンは当然入りませんし、富士フィルムの一部カメラにあるようなファンを取り付けられるような構造というのもやはりあまりしないのではないかと思います。というのもソニーはこの Vlogcam 以外にも動画撮影に特化したモデルとして、こちらこういった FX30 などこういう FX シリーズのモデルも展開していることから、長回しをするファンで冷却しながら長回しをする方はこちらを買ってもらえばいいわけですので、あえてこれと競合するようなファンを搭載して冷却しながら動画を撮影する、そういった機能は搭載しないものと思います。まあ、あくまで Vlog もですので、もっとライトな使い方を想定した機種ですので、あくまでファンは搭載せず、この α6700 のような小型のボディで6700から機能を一部削ぎ落としているようなモデル、そういったモデルになりそうです。ただし今回は6700をベースということになりますので、4K でも高いフレームレートでの撮影、バッテリーも大容量のバッテリーが使え、もしかしたら光学手ブロ製も搭載、この辺が期待できますので、どちらかというと、性能はそこそこで、安い、要はコスパの高いモデルということで人気が高かった Vlog カメラですが、まもなく発表の ZV-E10II では、この ZV-E10 よりもはるかに高性能なモデルとなりそうです。気軽に動画撮影をしたいという方にとってはかなりおすすめできるモデルとなりそうです。いずれにしろもう来週にはもっと詳細な情報が出てくるものと思われます。ですので今回はざっくりとしたところしかお伝えできませんでしたが、より詳細な情報は来週様々なリーク情報が出てくるかと思いますので、そちらまた来週に公開するこのチャンネルの Vlogcam ZV-E10II 最新情報にてお届けしたいと思います。この辺の Vlogcam、 それから Vlogcam に限らず様々なカメラの噂情報、こちらのチャンネルでは発信していますので、その辺興味のある方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また現在販売中の人気カメラランキングページのリンクは動画の概要欄に貼っておきますので、そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。